今朝、日高の新日高町の海岸に体長およそ12メートルのクジラの死骸が打ち上げられているのが見つかりました。胆振総合振興局の室蘭建設管理部によりますと、今日午前6時半前に新日高町静内真歌の海岸でクジラの死骸が上がっていると警察に通報がありました。クジラは体長がおよそ12メートルで腐敗が進み、骨の一部が見える状態で海岸に打ち上げられていたということです。現在海岸を管理する室蘭建設管理部が調査していて、クジラを砂浜に埋めるかなど処分の方法を検討しています。